さあ今回はですね、健坊さん、向井さん、はい、まあね、プロレスのね、まあ、昭和の異種格闘技といえばアントニオ猪木さんですよね、うん、そうですね、猪木対馬、アリ、そうですね、はい、ね、まあ、我々もお話しさせてもらいました、うん、実はね、まあ、アントニオ猪木さんと、まあ、両巨頭という形でね、うん、ジャイアント馬場さん、はい、もう実は一度だけ異種格闘技戦をね、実は行ってるんですね、うん、しかも相手は馬場さんよりも高い226センチ、めちゃくちゃ出たいですね、のラジャライオン、うん、まあそのね、実は巨人対決という形でね、うん、この馬場さん対ラジャライオンの伝説の異種格闘技戦、うん、まあ、ちょっと究極のスロー対決というような触れ込みもあるんですけれどもうん、うん、実は馬場さんも一度だけこういう異種格闘技戦があったというようなね、うんうん、ことがあったので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、まあね、その前にラジャライオンとはね、まあ、ラジャライオンは1966年生まれのパキスタン出身の空手家、はい、自称バンド空手なる空手の王者、うん、まあ、先ほど申しました身長ではアンドレ・ザ・ジャイアントを上回る226センチの大巨人ですね、うん、はい、そんなね、自称王者なんです ね、うん、ね、そうですね、うん、はい、まあ、その馬場さんとこのラジャライオンの戦いが1987年の3月、うん、突如ラジャライオンからジャイアント馬場さんに挑戦状が届く、はい、馬場さんはこの挑戦を受託する、うん、そして1987年6月9日に、ね、聖地日本武道館にてジャイアント馬場さん対ラジャライオンの異種格闘技戦が決定すると、うん、しかもルールはこれ3分10ラウンドね、うんうん、格闘技形式、ね、プロレスとは全く違いますよね、うん、プロレスはラウンド数とかございませんのでね、うんうんうん、はい、そういう格闘技的なこうルールは3分10ラウンド、うん、そして勝敗は KO かギブアップのみと、うん、フルラウンド決着がつかなければ時間無制限一本勝負での延長戦というこれ完全決着ルールで行われる、うんうん、はいはい、当時のラジャライオンは21歳で、うん、馬場さんは49歳、うん、かなり年齢差もある、うん、身長も日本を代表する巨人である馬場さんより17センチを上回っていると、うん、まあ、一見馬場さんが不利とも言えるこの状況どうなってしまうのかというようなところでゴングが鳴りました、はいはい、そして積極的に前蹴りを繰り出すラジャライオン、うん、確かに前蹴りをよく対応してましたよね、うんうん、しかし開始10秒転倒して自爆する開始22秒再び転倒して自爆、うん、足をちょっと捻挫したんかな、うん、ね、うんうんっていう感じなんやねんけども空手家なのに逆水平チョップをするというね、うん、この水平チョッププロレスラーのこの技そういったような攻防が、うん、巨人対巨人は実は超スローな戦いになっていると、うん、そ、ね、この中見せ場は突如来たと、うん、次ラウンド中盤ラジャライオンのハイキックが馬場さんの顔面を捉えた、うん、ありましたね、確かにあった、はいはい、馬場さんの、ね、顔面に足を届くってこれは至難の技ですよ、うん、これはラジャライオンぐらい足が長くないとできません、うん、そうですね、あの 2m9 センチの馬場さんにハイキックを決めたのはラジャライオンだけでしょうと、うん、しかし試合結果は2ラウンド、うん、これは嬉しい十字固めという形かな、うん、馬場さんの勝利という形で試合は2ラウンド入って馬場さんのギブアップ勝ちという形かな、うんうん、まあラジャライオンにとっては苦い敗北となりましたがまだ21歳の、若いね、まあ、伸びしろがある身も心も大きい馬場さんと、うん、まあ、この老来老介ね馬場さんのそういう、こうねベテランの技で得るものは大きかったであろうと、うん、そして試合直後タイガー・ジェット・シンが乱入する場面もありましたが分かり合った巨人同士の絆は強く、馬場さんとラジャライオンは固い握手で健闘を称え合ったというような形なんですけれども、はいはい、どうでしょうこの二人の戦い。まあまあ言う通りスローな戦いでしたね。そうね、うん、確かにスローというよりもなんて言ったかなそのラジャライオン、はい、まあ今見たら、うん、その当時小さい若い頃に見てたやったらよかったんやろうけど今見たらまあお前空手かちゃうやろっていう。なるほど、うん、もうちょっとね僕も空手かじってたことあったし空手経験者の向井さんからしたら、うん、空手家の蹴りではないというような、ね、まあちょっと違うねまあちょっと力抜いてたとはいえフォームがちょっとっていうことですかね。そうやね、ね、逆水平もちょっとぎこちなかったですね。そうやね、ちょっと異様な雰囲気といえば、ちょっと異様な雰囲気、ちょっとあの試合をちょっと振り返ってみたいけど、ちょっと笑って引くのね。まあ、これはまあ、うん、まあ、その時代なんで、時代といえば、ね、どこで出てしまう時代ですよね。これ今でしたら、これ格闘技なんかっていう形で、ちょっとね、そういったような角度で見てしまいますけど、うん、当時は。当時はね、でも、お客さんも湧いてたんでね。そう、日本武道館満員ですよ。うん、
まあ、この時代のね、1980年代のまだこの総合格闘技というジャンルが確立されてない中、まあ、プロレスの、まあ、リングで行われる試合というのは、まあ、ボクシング以外は、まあ、プロレスというような括りになってた時代ですよね、言ってしまえば、まあ、キックボクシングはあったかもしれませんけれども、まあ、そういうメジャーな部分ではやっぱプロレスという中のこういう戦いがあって、実は、馬場さんも一緒格闘技でやってたんやと。まあ、入場も各国ですね、馬場さんの入場。馬場さんの入場曲はね、まあ、猪木さんのなね、あの、燃え闘魂みたいなね、もうかっこいいですけど、馬場さんの入場もこれね、もし聴ける人があったら聴いてほしい。かっこいいですよ、馬場さんの入場曲も、非常にギターがね、こうね、独特のこのギターのサウンドと言いましょう。入場曲、馬場さんの入場曲もかっこいい。王者の、なんとか言ったかな。かっこいいですね。はい。まあ、それでこうね、入場してきて。やっぱ花がありますよね。馬場さん、背が高いし、ダウンしてね。そしてこの馬場さんを上回る身長ね、あれじゃないよ、リングに立った時でかさが分かりますよね。でかかったね。レフェリーとかその辺の人らがみんなもうちょちこみ。まあね、この時のね、時代をリアルタイムで見たかった人とかね、もしよろしければね、この動画でね、コメントいただければね、そうですね、嬉しいですよね。はい、はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。